日本スーパーフェザー級タイトルマッチ日本ボクシングコミッションの試合役員はスーパーバイザー熊崎広大インストラクター野中淳太、コーナーインストラクターは田中浩二、タイムキーパー高橋純一、チーフタイムキーパー田畑真一、コミッションドクターは田中正宏、リングサイドコミッションドクターは中村雅彦、またこの試合を採点するリングサイドの3名のジャッジは阿部和夫、同じく杉山俊夫、同じく葛城明彦、そしてこの試合をストップする唯一の権限を持つレフェリーは染谷道明。そしてこの試合はオープンスコアリングシステムを採用しています。第5ラウンド終了時点でその時点での採点を公開いたします。第562回ダイナミックグローブ本日のメインイベント日本スーパーフェザー級タイトルマッチ10ラウンドを行います。赤コーナー22戦21勝1敗21勝のうち16勝がノックアウト、公式計量はスーパーフェザー級リミット130パウンド、テイケン事務所属、東洋太平洋スーパーフェザー級第1位、また現在のこの階級における世界ランクは WBC 第8位、そして WBO と IBF ではともに第4位、そしてこの試合は5度目の防衛戦、第47代日本スーパーフェザー級チャンピオン小川健一、世界挑戦へ圧倒的な勝利を望んでいます経験の小川健一です。36戦20勝13敗、3引き分け、20勝のうち4勝がノックアウト、公式計量は同じくスーパーフェザー級リミット130パウンド渡辺事務所属、そして今夜日本タイトルには初挑戦となる日本スーパーフェザー級第13位、山本博次、13年目で初の日本タイトル挑戦、不屈の精神で這い上がってきた山本博次です。第562回ダイナミックグローブメインイベントは日本スーパーフェザー級タイトルマッチです。解説は引き続き世界チャンピオンのお二人、飯田聡さんとセレス小林さんでお送りいたします。さあ前のめりの山本、右肩を回している小川、今開始のゴングが鳴らされました。前に出たのは小川、一歩引いたのは山本、さあリズムを取って前に出ていこうとする山本、一方赤いグローブ黒いトランクスの小川健一です。チャンピオンがどうこの一戦迎えていくのか、最初のラウンドが始まりました。サウスポースタイルの山本博次、ジャブを出していきます。互いに体を揺らしながら、まずはこの序盤どう出てくるかを見合ってのジャブの差し合い。前にじりじりと出るのは赤いグローブの小川健一です。さあ左のストレートを出したのは小川、山本、さあ解説の飯田さん、はい、今日の一戦ですけれども、どのあたり注目していきましょう。チャンピオン側の方はすっきりと、倒して、世界のアピールしたいというところですから、はい、まあ、そこなんですけども、まあ、山本の方も相当気合入ってみたいですよね。はい、ここを右ストレート出してきました、はい、セレスさん、山本の気合というのは感じられますか。そうですね、もうね、まあ、言ってますよね、はい、まあ、サウスポースタイルからですね、はい、左ストレートですよね、サウスポースタイル、時にスイッチで右にも切り替わります。現在33歳の山本博次、右のストレート、この小川の右です。ガードの上からでも打っていきます、この右。あ、そして山本は少し笑顔も見せました。余裕の表情を見せた山本、今日はこの小川はガードの上からでも右を出して、その威力を相手に知らしめたいと、そんな話もしていました。小川は今日は足が動いてますね。あ、そうですか、山本が出てくるとすっとこう引けてるんで、はい、これはいいですよ。おお、ここも足を使って、そして前に出てきたら一歩引くという小川、あと今足は使わずに頭だけで避けるっていうのを今見せましたね。足もそしてちゃんと相手のパンチが見えていると。そうですね。おう、右のストレート、
山本の右です。さあそしてサウスポーとの戦いということで、この足がかなり絡み合うシーンが多くなっています、この第1ラウンド。まあ、そうですね、まあ、サウスポーの右ですね、前足の位置の取り合いですからね、はい。さあ残り1分を切っているこの第1ラウンド、あの左の、ね、引っ掛けるようなフックが、ね、有効ですよ、ここまでね、チャンピオンね、チャンピオンの左のフック、そうですね、これですね、この左のフック、ここから右のストレートです。何度も何度もこの後楽園ホールでもノックアウト勝利を見せてきました、右のストレート。ただここ2戦は判定での勝利、今日は KO を見せられる右、1ラウンド残り20秒、早速ダウンを奪ったのはチャンピオンの小川健一です。さあ山本残り10秒、その山本に向かっていこうが、あとここも右のストレートが炸裂する。さあどうだ、最後の2秒、最後まで右を出していこうが、ここで第1ラウンド終了です。ラウンド終盤、右のストレートと K ダウンを奪いました。日本スーパーフェザー級のタイトルマッチ、飯田聡さん、そしてセレス小林さんとともにお送りしています。さあ第1ラウンド早速ダウンがありましたね。出ましたね、見事に飲みましたね、はい、あの右のストレート、セレスさん、はい、大川の武器ですが、ご覧になっていかがでしたか。あの、ね、ガードの間を、ね、打ち抜きましたよね、はい、このシーンです、うん、この後ですよね、これもね、あの左のフックからのワンツーなんですよね、もうサウスポーには、ね、本当すごい有効なパンチですよね、うん、ガードをしていてもそれでも止められないほどの、ね、やはり威力があるんですか。そうですね、あれあのガードの間で、ね、顎に当たれば、ね、倒せますからね、はい、それだけ強力なパンチを持っています。力を一点に集中させた鋭く硬いストレートというこのオーラーの右ストレート。さあ第2ラウンド、早い段階で勝負を決めに来るでしょうか。今日は倒して勝つ、そうテーマに挙げた小川。ただ飯田さん、表情を見てみると非常に冷静ですね、小川。うん、そうですね、で山本の方も、強烈なパンチ力を感じたはずなんですけれども、出てきてますよね。臆さずにこの第2ラウンドも前に出てきています山本。山本も一つ変則的なボクシングを得意としています。ようやく掴んだこの日本タイトルマッチ挑戦、去年4月の敗戦から、おっとここは右ストレートのプレッシャー、ボディにパンチを当てていった山本。今日の小川選手、あの、サウスポー相手にあの左の、ね、フック、まあ、多分ですね、はい、触るような感じを、ね、まあ、対応してるんですけど、あれをやるとですね、あれ距離感も分かりますし、うん、右のタイミングも合うんですよね、はい、山本さん、はい、小川陣営はまさにその左のフックいいぞいいぞと評価していまして、そうですか、そこから右のボディアッパーというのも一つ手に加えていこうという話をしています。右のボディアッパー、飯田さん、ここまでそのボディアッパーというのは見られますか。まあ、まだちょっと、出てはないと思うんですけども、はい、有効だと思いますね、はい、この左のフックです。山本さん、はい、一方挑戦者陣営なんですが、はい、もっとガードを上げて亀になるんだと、そして相手が入ったところに今のようなフックを当てていけという指示です。まずはガードからしっかり守備から入っていこうというところ、そしてまた左サウスポーに戻りました。右のストレート隙あらばその右を狙っていく大川です。ただ一度その右の威力を経験している山本、ここからどうその対策を立てていくのか。右のストレート、あ、よけた、ひだひだと効いている、この右が効いている、左フックからさらにその右畳みかける小川、右のストレート、両手を上げる小川、立ち上がった山本。さあこの第2ラウンドでも一つ目のダウンを奪いました。今日の試合二つ目のダウン、サビイン、この右止めました、レフリーが止めた。チャンピオン側強さを見せつけた、5度目の防衛に成功。その強さを誇示するかのように今観客に向かって笑顔を見せ、そして自らの右拳をトントンと叩きました。いや、飯田さん、あっという間に決着をつけに行きましたね。そうですね、まあ、やっぱりこうチャンスとあればしっかりと仕留めるっていう強さも見せましたね、うん、
セレッサ山本としてはその自らの作戦を出す前に少し圧倒されてしまったという形でしょうか。右がやっぱりあの見えてなかったですよね。見えてないパンチをもらってしまってやはり予想以上に効いてしまいましたよね。第1ラウンドからその右の強さを発揮しました。第47代日本スーパーフェザー級チャンピオン小川成功。